下手な変装だな、天賦神ノウスガリア。私が直々に教鞭を取ってあげよう。まあよい。神話の時代、あらゆる命は死に近く、世界は荒んでいた。暴虐の魔王は神と戦い、滅びの力を奪った。神の力は異滅剣ベヌズドノアという魔法に変えられた。このままでは世界の秩序は乱れゆくのみ。神っておとぎ話じゃあるまいし。神を生む秩序である。エールドメイド先生が神？暴虐の魔王よ、君を滅ぼす秩序は新たなる神の子は。そうか。しかし天賦神たる私を滅ぼせば世界も共に崩れる。なぜ？アグロネム、神の根源が。1割は残してやったぞ。2000年前の俺ではできなかったがな、この平和な時代に転生し。